今日の特集はみきおジャーナル、取材は阿部みきおさんです。こんばんは。アイスクライミングはご存知でしょうか。ワールドカップが開催される競技になっています。表彰台を目指してトレーニングするアイスクライマーを取材しました。氷の壁を登るアイスクライミング、使う道具は両手に持つピッケルと金属製の爪、アイゼンがついた靴、そしてアイスクライミングの道具で岩壁も登る。アイスクライマー奈良正幸さん、41歳だ。奈良さんは日本のアイスクライミングの第一人者。氷はこう毎年あの形が変わるんですよね。だから同じ場所で同じ氷を登っても年によって、あとはまた時期によって、できることだとか、できないことが変わるので。奈良さんがアイスクライミングを始めたのは9年前。アイスクライミングのワールドカップでの競技歴は8年。最高成績は11位。夢は表彰台に立つことだ。今月7日、美唄市の消防出初め式が行われた。奈良さんは美唄市の消防士だ。美唄消防本部の職員は46名と規模が小さい。1回の勤務は24時間。奈良さんは予防課主任でいくつもの仕事を兼務する。救助要請があれば救急隊として、火災が起きれば消防隊として現場に駆けつける。自分の体が使える仕事をしたかったことと、それから消防はあの人を救う側で必ず動く職業だと思ったので、まあ、自分の、活動がそういうことに役立つんであれば、まあ、職業としてはいいんじゃないかなと思ってこれを選びました。午前9時に24時間勤務が明けて帰宅した奈良さん、トレーニングのためあえて疲れているのに眠らない。過ごすのは車庫と庭だ。8キロの重りが入ったベストを着用、20キロの重りを腰に吊るす。一度にする懸垂は10回。トレーニングを 4,5 時間行う。自宅の庭には高さ3メートル、横幅8メートルの人工壁がある。アイスクライミングは決められた時間でどこまで登れるかを競う。スピードとテクニックが要求される。10代は水泳競技、20代はスキーをやっていた奈良さん。30代になり父に教わりクライミング競技を始めた。父健二さんは昨年9月亡くなった。高校教師だった健二さんは生徒や市民に登山やスキーを教えていた。登山競技では北海道代表チームの監督も務めた。葬儀の日、健二さんが作った人工壁を教え子たちが登り追悼をした。1月11日、韓国でアイスクライミングのワールドカップが開催された。アイスクライミングの強豪国はロシアと韓国。韓国は4年後の冬のオリンピック開催国だ。国際山岳連盟はアイスクライミングを冬のオリンピック種目にしたい。奈良さんはワールドカップに照準を合わせてきた。常に体を睡眠不足、疲労状態に追い込むのもワールドカップで戦うため、いよいよ奈良さんのクライミング。
まずホールドがすごくシビアで、ちょっと気を抜いたらすぐ落ちてしまうようなホールドがついてますので、雑な登りをしたりちょっと疲れたりして気を抜いた時にすぐすっぽ抜けでゲームオーバーになってしまうので、ルートを登りきれなかった。奈良さんは決勝へ進めなかったものの57人中20位と慣れないルートで健闘を見せた。韓国から帰国した奈良さん、今月下旬からアイスクライミング日本代表としてソチへ行く。オリンピック会場でアイスクライミング競技をアピールするため、消防は24時間どの時間であれどんな時でもすぐ動き出せるようにしていないといけないので、そういった意味ではタフな体を作っておくためには厳しいスポーツというのは有効かなと思います。アイスクライミングやって、極めているということで非常に芯の強い一本筋の通った、人だと考えています。世にあって言うのが目標ができないだと。片足に 1.5 キロ、ピッケルに 0.8 キロの重りをつける。車庫の針にピッケルをかけ、移動を50回繰り返す。4年後の冬季五輪にアイスクライミングが採用されたら、奈良さんは出場できるかもしれない。しかしその時、奈良さんは45歳。フリークライミングの日本代表、札幌の女子高校生小竹芽衣さん16歳だ。ドイツ合宿から帰国したばかりだが練習にやってきた。奈良さんはちょっとクライマーの中でも結構すごい人なので。芽衣ちゃんの方がだいぶすごいよ。今日でもアックスやりに来たんです。アックスやりに来たの？あ、そうなの。やりたいなって。奈良さんは後進の若者たちを常に温かい眼差しで見つめている。父がやったように、多くの人に楽しさだとか厳しさとか喜びを伝えれるように継続してそれを続けていけれるようにやっていきたいなと思います。仲間たちと岩場を目指す。自分たちでルートを開拓した岩場だ。奈良さんはもう一つ一つのことに追求してって、ですごい周りの情報もすごい取り入れていくところがちょっと僕は真似できないなっていう感じです。アイスクライマー奈良正幸さん41歳。ソチオリンピックで世界中から集まる選手と観客にアイスクライミングの面白さを伝えたい。体を鍛えるといってもこれ想像をはるかに超えるトレーニングをされているということなんですが、そこまでしないとやっぱりこのアイスクライミングはできないんですね。やっぱり世界の頂点を目指して戦っているので、そして冬のオリンピック種目にこれなる可能性ってのはいかがなんですか？ですね、国際山岳連盟が五輪種目に採用されるような活動を行っています。でロシアもし採用されたらですね、ロシアと韓国は複数のメダルを取る候補国なんですけども、だからこそこの2カ国は積極的に行動を起こしてまして、でそのために、まだオリンピックに採用されるかどうかわからないので、ソチに世界中の奈良さんも含めアイスクライマーが集まってアイスクライミングをアピールしようということになりました。もう仕事をしながら自分を極限まで追い込んであれだけのトレーニングを重ねてらっしゃるわけですから、ぜひ奈良さんにはソチで皆さんから喝采を浴びるようなアイスクライミングっていうのを披露してほしいですね。そうですね。で奈良さんは、こう言っています、勝つためだけにトレーニングをするんじゃないと、消防士の活動のために、それから人間として、自分の心の芯を太く強くする。だから単なる競技者とはちょっと違った雰囲気を取材をして感じました。今日の特集はミキオジャーナルでした。